JR 宇都宮駅に来ています。今回はここから関東七名城の一つ宇都宮城を訪ねます。まずはね、駅前にこの餃子像というのがあります。餃子の皮に包まれたヴィーナスというね、非常にシュールなデザインなんですが、素材は特産の大谷石を使用しています。でこちらがですね、駅前のロータリーですね。よく仙台駅と埼玉の大宮駅は似てると言われるんですけれども、宇都宮駅もね、結構似てるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。また餃子の街らしく餃子の看板が目につきますね。はい、それではね、ルートを地図で確認しましょう。現在地がこちら宇都宮駅になります。そして目的地がこちらの宇都宮城址公園になりますね。バスで行くこともできるんですが、今回は徒歩で向かいます。所要時間はだいたい30分ぐらいですね。で、こちらの駅前の目抜き通りをずっと抜けますと、こちらにね、二荒山神社という神社があります。で、ここをね、左折しまして、この三橋通りという通りがあるんですが、ここをまっすぐ進みますと、城址公園に到着します。はい、で今回はね、ちょっと先に、城跡の説明をしたいと思います。こちらがね、宇都宮城址公園なんですが、ここにね、堀があります。でそしてその堀の内側ですね、ここの部分に、周囲に土塁が盛られています。で、そしてここに清明台櫓、それから富士見櫓というね、2つの櫓が復元されているんですが、土塁はね、ここの部分ですね、ここのこう逆この字型を書いたような部分にしかありません。で、まあ本丸がここにありますが、まあこう西側にしかね、土塁がないんですよね。でこれはね、ここにこう道路が、東側に道路がこう貫通していて、でさらにその東側というのが本当は本丸としてあったんですけれども、もう他の用途に土地が使われてしまっているので、まあ、おそらくね、土地が確保できなかったんじゃないかなと思います。まあ、ですからね、ちょっと見たところ、この半分しかね、土塁がないので、ややキーな印象を受けるかもしれません。でそしてですね、ここに、お堀橋というね、橋があるんですけれども、これがですね、土塁を貫通してトンネルが掘られています。まあ、土塁にね、トンネルがあるっていうのもなかなか奇抜なんですけども、まあ、これはね、おそらくここに宇都宮市役所の駐車場がありますので、まあ利便性をね、重視したんじゃないかなと思います。でまたここはね、防災公園でもありますので、まあ、いざという時にね、避難しやすいようにというような意味があるのかもしれませんね。はい、では早速向かってみましょう。城址公園の北側に到着いたしました。案内パネルがありまして、その向こうに見えるのが清明台櫓です。宇都宮城は平安時代、藤原の秀里あるいは藤原の宗円によって築城されました。藤原の宗円とは宇都宮市の祖と言われる人物です。以来宇都宮市の居城として北関東支配の拠点となりましたが、1597年に改易され、その後は蒲生氏、奥平氏が城主となり、さらに1619年には本多正純が城主の座につきます。本多正純はですね、父親が本多正信という、まあ、家康の軍資格の人だったんですが、1622年宇都宮釣天井事件で改易されてしまいます。まあ、実際には釣天井などなかったんですが、日頃からの戦王の振る舞いを疎まれていたのではないかと見られています。お堀橋にやってまいりました。それではね、公園の中に入る前にもう一つの櫓であります富士見櫓を外から眺めてみましょう。こちらの櫓は木造で復元されておりまして、内部は一般公開されています。土塁を貫通するトンネルをくぐりまして公園内に入ります。ここの堀にはね、水があるんですよね。水があるところとないところとあるようですね。
こちらの櫓には登ることができますので、登ってみたいと思います。先ほど外から見上げた生命台櫓ですね。中に入ることができますので、入ってみたいと思います。櫓の外から園内を眺めてみたいと思います。そうしますとね、こう土塁が、コの字型になっているのがわかるかと思います。そして手前には手すりもありますし、ちょっと先にはね、エレベーターもありますので、やはり城跡というよりはどちらかというと公園の要素が強いように思われます。しかし一方で右側には復元された土塀が続いています。そして狭がありますよね。この四角とか丸の穴のことを狭と言いますが、四角が弓矢、丸が鉄砲用の狭ですね。こういったこだわりを見ることもできます。こちらがね、城の南側にある富士見櫓です。こちらも中に入ることができます。土橋の石垣跡ですね。土橋が崩れないように組んだ石垣がここにあったようです。ここに見られるのは復元されたもので本物ではありません。堀とありますが、おそらくね、この左側の部分を指しているんだと思います。ちょっとこう段差があるのが分かりますよね。下の方に小道が伸びておりますので、降りてみたいと思います。清水門です。本丸の正面口だったところですね。城址公園を一通り見学しまして、そこから北上し、オリオン通りという商店街にやってきました。結構大きなアーケード街ですね。ここを抜けまして次は二荒山神社に向かいます。日光にもね、同じ漢字を使った神社があるんですが、日光の方は二荒山神社で、そして宇都宮にあるのは二荒山神社、
字は同じなんですが読みは異なるんですね。非常に目立つ大きな鳥居を抜けて階段を上ります。ここは下野国一宮とされ、宇都宮は二荒山神社の門前町として栄えました。藤原の秀里、源頼朝、徳川家康など多くの武将が戦勝祈願に訪れ祈進を行っています。はい、それじゃあね、お腹も空いてきましたんで、お食事にしたいと思います。メガドンキの誓いに、キラッセという餃子のお店があるんですけれども、開いてそうですね。じゃあ入ってみましょう。まずはね、とりあえずビールですね。餃子の方はね、いろんなお店の味が楽しめる、食べ比べセットっていうのをね、注文しました。特にこだわりがあるわけではないので、まあ、適当にね、B と C を注文しました。一つ一つ作っているお店が違うようです。はい、明らかに色が違うものもありますよね。そして餃子が来る前にね、ビールがなくなりましたので、ハイボールを追加します。いや、なかなかね、いい時間を過ごしました。まあ、やはりね、宇都宮に来たら餃子をね、いただかないとね。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。